の過去、バタイ殿の救援に向かう。アルク、バタイ。鍛錬に行くぞ、バタイ。まあまあ、ほら、今日のところは。鍛錬に、まあ、ほら。まさか、だが、同行に戻ったのは。上田城は確保した。あの時の同行。小田原城を確保するため竹中半兵衛は過去に戻った。そこは道庫、妖者討伐軍。かつて半兵衛は黒田官兵衛と共に道庫の守備に当たっていた。そこで小田原城の急況を聞き救援に向かったのである。あの時自分が残っていたらきっと結果は変わっていたはず。半兵衛は報告。敵は南岸に本陣を置き、船を使って攻め手を送り込んでいるようです。また敵陣に妖魔の姿は見えません。早急に敵前線を撃滅、あとは渡過する敵を。相手は人間であろう、それでも戦うと申されるのか。世の状況を鑑みるのだな。攻め来るも起きよ、カンベ。カンベ殿、生きてる。不明瞭な突入だ。説明するには、ちょっといろいろ。失礼。兵は小田原城に向かうのではなかったか。ああ、それやめたんだ。さ、行こう。敵は南岸に本体を置いている。どこかを待ち、上陸直後を狙い撃て。ローマではないよ。降りかかる災いは払わねばなるまい。さて、早いところ城をいただいてしまおう。このままじゃ挟み撃ちになる。すでに上陸した敵を放置しては危険だ。落石にて勢いをくじか。俺は本当は道庫を守る予定だった。でも俺は小田原に行き、道庫は落ちて、俺がここにいることできっと何かが変えられると思うんだよね。以前の歴史だと道庫は陥落してる。状況はまだこっちのが有利だ。何か恨むは油断できないよね。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。
お待ちかね。フーダム。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。敵の追撃部隊は南北に分かれた。一隊は城に向かったようじゃと。龍馬の手先め、覚悟するがいい。強いな。龍馬に魂を売っただけのことはある。なぜだ。やはり敵の動きが妙だ。ダッキー一杯食わされたね。敵の足を止め、奇声を削げ。魔法騎参上。それがしが参ろ。へえ、ぬるいわ。この程度の策で、わしは止められんぞ。おお、一段と冴えておいでですな。
主ら、何故妖魔に味方する？術で操られておるのか？この時代、イトゴって確か敵対してたはず。次の格差のとこに、次の郊外さんがいる。なんか大きな目的があって一緒にいるのかな。俺たちみたいにさ、この時代、まあいい。攻め来たる者は迎え撃つまでだ。大したものよ。操られた者の力ではないわ。いとってや、ガキちゃん。あの目つきの悪いおっちゃん、追い込むで。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。はい、よくできました。これまずい、抑えきれ。仕方ない、川を渡ろう。カクさんが卑弥呼に押されて近づいてきた。ここで直接話せば、実は万事解決。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。みんなで盛大に潰し合ってる頃よね。ワクワク。
っちゃってるわけ？伝令、芝生殿が上田城の救援に成功しました。歴史は必ず変えられる。さ、俺たちも張り切っていこう。それがしは参る。存ずる。そんな、そんなに死にたいなら望み通りにしてあげる。
ててよかったよ。まんまとダッキにはめられるとはね。飛車気取りで足元を救われては世話が。官兵衛殿も賀来さんも腹黒いからな。ま、これからは俺がいるから。今は人間同士だ。立花も協力しよう。この困難に。上田城と道港は確保できたけど、小田原城はまだがっちり包囲されてるね。もう少し騒い。なら俺たちは樹脂。我らはな。そうしてもらえるとありがたいな。その隙に。んじゃ、よろ。俺たちは樹脂。我らは。俺たちは。我らは。俺たちは。我らは。